スクムット通りは、タイバンコクにある、幹線道路。タイ主要国道の一つである3号線の一部。スクムビット、スクムビットと表記されることも多い。バンコク中心部パトゥムワン区のプルーンチット通りが、プルンチット駅の東側でワッタナー区とクローン・トゥイ、区に接するところからスクムビット通りと名称を、改良区の境界を走り、市街に出てからは、タイランド湾沿いに等進し、 サムトプラーカーン、チャチューンサオ、チョンブリー、ライオーン、チャンタブリー、トラートの各県を経て、カンボジア国境まで続く。スクムウィット通りの渋滞地図バンコク都内は図上に、スカイトレインのスクムウィット線が通り、アソーク駅でバンコクメトロのスクムウィット駅と接続している。道路は一日を通して渋滞が激しい。通り沿いには日本人が多く住み、日本人向けの書店。 飲食店、スーパーマーケット、レンタルビデオ店などが多く点在する。通りから左右に伸びる道路は、ソイと呼ばれ、北側には、奇数の、南側には、偶数の番号が振られている。ありがとうございます。